はい、皆さんどうもこんにちは。リムゴルフのオーナーを務めさせていただきます。リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで、前回からね、引き続きまして、今度はトップスの方をご紹介をさせていただきたいと思います。パンツの回にもね、ちょっとお話ししたんですけど、またもや今回もね、アウターを外してしまって、なかなかちょっとゴルフで使えそうなアウターがない中、このマウンテンパーカーを軸にね、やはりもう少し暖かいゴルフをしたいなと思いまして、インナーを購入してまいりました。それがこちらなんですけど、これがですね、シープボアフリースプルオーバー。これ1990円でセールにもなってなかったです。かなり店内セールだらけだった中、これはもうセールになっておらず、しかも色もないサイズもない状況で購入してます。で、通常今いつも XL で購入してるんですけど、ちょっとオーバーサイズなのと、やはりインナーでも着たいので、L サイズで購入しております。はい。ここでちょっと試着していただいた方がいいと思います。で、ただリムの行った店舗にも本当に数枚しか残ってなかったので、これね、実は前回このハイネックを購入した時に気になったんですけど、正直残るかなって思ってたんです。残らなかったです。まあ、もしかしたらオンラインとかまだあるかもしれないので、インナーとかね。で、お探しの方は、ちょっとこれ、ぜひ見ていただきたいなと思います。そんなにね、モコモコすぎないと思うので、中に来ても多分そんなに邪魔にならないんじゃないかなと。で、今回ね、実はちょっと買い物しそびれちゃって、これインナーに、タートルネックのカットソー買ってこようと思ったんです。これだいぶ前の夏物の時に、やはり同じ GU で、店頭でセールだったので、先に買っておいたのは長袖のタートルなんですけど、こんな形のインナー用のタートル。これ白ですけど、白とか、あと黒とかあってもいいかなと思うので、その辺なんかをね、着ていただけば、これはクルーネックなので、普通の。まあ十分、首の高さも出して、ゴルフっぽさも出つつ、で、これ自体がそんなに厚くないので、やはり中にね、そのユニクロさんのヒートテック的なものとかを着ていただけば意外とクリアできるんじゃないかなと思います。はい。それで、ここにかかってるキャップなんですけど、いや、これも実はずっと気になってたんですけど、これすごい高くて、これが UV カットウールタッチキャップ。これ1490円もするんですよ。正直GU の売り場の中見させていただいてると、もう1490円の小物とかってすごい逆に高く感じちゃうんですよね。通常の多分コットンのキャップが990円で1000円切ってるんで、なんとなく手出しやすいんですけど、その1000円超えただけでなんか買いにくさを感じさせてしまう他のもののね、安さがすごいんだと思うんですけど。ただね、まあ今回このある程度もう冬物が揃ってきた中で、結構地味めなものが多いので、やはりちょっと小物ぐらいね、ちょっと可愛い感じのものが欲しいなって思ってて。で、このチェックの感じが前見た時も可愛いなって思ってたんですよ。で、先日ね、ちょっとブラウンのパンツ購入したりもあって、ブラウンとこのブラック2色両方購入してきました。まあ、冬の間は、あまりイム自身はニットキャップみたいなものって被らないので、このキャップでいいかなと思ってます。はい。ぜひデザインがね、ちょっと入ったもの、お探しの方は、このチェックのキャップもすごくおすすめなので、まあ、GU にしてはね、ちょっと高いですけど、まあ、そうは言っても1490円なんで、他のブランドさんに比べればね、はるかに安いですから、結構ね、被った感じも良かったです。これはちなみに、一応、メンズ扱いですね。はい。です。ということで、まあ、今回はね、ちょっと、おすすめできるアイテムが非常に少なくて申し訳ないんですけど、まあメインはね、こちらの、シープボアフリースプルオーバーっていう、こちらの
インナー用のあったかインナーですね。それと、まあ、この中に着るタートルを買っていただきたいなっていうところ。それから、ま、こちらのキャップご紹介をさせていただきました。はい。まあ、これで、とりあえずはね、冬越せるであろうと思っております。はい。またちょっとラウンドした結果はね、次回の時に、ぜひご報告をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、また次回以降ぜひご覧いただけそうな方、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、それからね、自由ゴルフ着てみてね、良かった悪かった、何かあればぜひね、コメントもいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい。というね、ちょっと動画を編集もほぼし終わりかけに、動画内でお話ししてたこの黒のタートルを買い足しに行ったんですよ、GU に。編集してた翌日に行ったんですけど、そしたら、またちょっと可愛いパンツ見つけちゃったので、ご紹介をぜひさせていただきたいと。で、なんでこんな形でくっつけたかっていうと、その期間セールなのが3日までなんですよ。せっかくなんで、ちょっとその3日までに動画上げて、お近くの店舗行っていただける方は、ちょっと店舗で履いてみていただきたいなってことで、こんなに形でね、ちょっと無理やり、すいません、最後の最後に追加の動画を引っ付けさせていただきました。それで、購入してきたものは、こちらのソフトコットンタートルネックティ。まあお話してた通り、黒をこれは購入してます。で、790円だったものが、これも期間セールで590円でした。非常にちょっと寝頃感あるんで、まあ、ぜひね、この期間内に購入いただけたらなっていうこと。それから、このパンツがね、このコーデュロイワイドテーパードイージーアンクルパンツ。試着したらすごい可愛くて、かなり太いんですよ。で、確かに暖かさは、最初に紹介してるあのナイロンの裏地付きのものの方がはるかに暖かいです。一応あれは本当に真冬用のラウンドのものとしてご紹介をさせていただいてるんですけど、まあ、そこまでね、寒い地域じゃない方とか、案外その寒さの強い方とかであれば、まあ、これに厚めのタイツとか履いていただければ、もしかしたらクリアできると思うので、そういう方はちょっとシルエット的にはこれすごくおすすめです。で、ナイロンとの相性も良さそうなんで、一応ね、その黒もあったんですけど、コーデュロイの黒ってすごく埃目立つので、それで意図的にこのアイボリーと、こちらのパープルを2色購入してます。で、まあ、パープルね、結構黒に合うなと思って購入してるんですけど、まあ、アイボリーも、最初にご紹介してるフリースに合いそうだなってことで購入してます。あ、で値段が、ごめんなさい、1990円が、1290円だったんです。ぜひね、ちょっとこの期間中がお得だなと思ったんで、こんな形でくっつけてるんですけど、動画を。で、その紹介したフリースも、その購入した店舗に、このパンツもね、また行って購入してきてるんですけど、もうなかったです。なので、オンラインもちょっと調べてみたんですけど、引っかからなくて検索に。もしかしたら、かなり商品少ないんだと思うんですよ。ですので、ご紹介したあのフリースも、ちょっと近くの店舗にある方はね、ぜひ、あれば即購入でいいアイテムなんじゃないかなと。残りの点数的には。なので、ぜひちょっと店舗に足運んでいただいて、この期間セール中、3日までだと思うので、ぜひその間に、まあもちろんね、紹介したもの以外もかなり製品多かったんで、結構楽しくお買い物できるんじゃないかなと思います。なのでぜひ、行ってみていただけたらなということで、すいません。ちょっとこんな無理やりの動画になりましたが。はい。ということで、これが本当の今回の終わりになります。はい。ということでね、ぜひ、グッドボタンとね、また見ていただけそうな方、ぜひチャンネル登録としていただけたらなと思っております。ということで、今度こそ本当に次回の動画でお会いいたしましょう。